ません、よろしくお願いします。あ、どうもよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、はい、はい。まあ、とにかく状況をお話しくださいよ。どんな感じなのか、はい。はい、そうですね、まあ、メールでもちょろっとお話ししたかと思うんですけども、平成26年の時に、はい、学会が、本門会談の醍醐本尊様を、まあ、授事の対象にしないという、決めてからですね、あの辺からんちょっと違うんじゃない、え、なぜっていうのがやっぱ一番 の, きっかけというか、そこからですね疑問を持って始めまして、うん、でただ今までそれまでに、まあ、ちょっと長い期間、まあ、ずっと、まあ、学会に いつつもモヤモヤしながらですね、うん、まあ、ただ結婚を機に、まあ、正直言うと活動からあんまり遠ざかったというか、まあ、ちょっと離れた部分もあって、うん、でいろいろ、まあ、今年も、まあ、仕事のことでいろいろ、まあ、変わったりとかいろいろあって、まあ、いつまでもこう、ね、決着もつけずにやるのもどうかなということで、うん、今回豊田さんの方に、はい、思い切ってメールをさせてもらいました。あ、なるほど。はい、メールでは、はい、1月1日にはもうお寺に行って寛解とご受戒を受けたいっていう内容のが送ってあったんですけども、はい、正確に言うと1月2日ですね。はい、1月2日、はい、はい、それはど何かその日に決める決めたいという思いがあるわけですかね。まあずるずるいつまでも引っ張っててどうかっていうところと、うん、あとまあちょっと仕事の都合で、まあ、ちょうど妻も一緒の1月2日に休みっていうところもあって、かつ、あ、まあ、実はうちの父の命日なんですね。あ、 なるほど。なので本当は今年いっぱいでっていうことを思ってたんですけども、うん、まあ良き日というか、まあ、何か切りのいいというかけじめのつける日付、うん、っていうことを考えたときに1月2日かなっていうところで。ああ、なるほど。この、まあ、連絡した通り、その地元のじゃあお寺とか、はい、法華経との絡みはないわけなんですね。もう全くないです。はい。ああ、そうですか。まあじゃあ創価はもうやめて、はい、日蓮召集の信仰を進めるということはもう腹が決まってる状況なわけですね。はい、そうですね。はい、はあ、はあ。そしたらね、まあ、状況を説明しますと、ところどこで私も YouTube で言ってるんですけども、はい、まず、はい、脱会する期限になったのが、もし僕の YouTube とかそういう関連だとすると、はい、まあ、仏縁というのは結局その私になるっていうことなんですね。はい。はい。それで、まあ、仏法のその筋目から、大乗院の時代からの仏法の筋目から言うと、その仏縁の中で修行していく、召集の修行していくっていうのが筋道という、はい、一応の筋道ってことになりますんです。はい。でも、ただ現実、今の世の中ですから、こういうネットの環境で出会ってるということでね。はい。ほんで、選択肢としては、今の言ったのは原則なんだけども、選択肢としては二つあって、今後、はい、まあ、その縁となった私とのそのいろんな交流とか、相談とか、アドバイスとか、そういうその、接触というかな、交流を持ちながら進行をしていきたい場合には、どこのお寺でご受戒寛解受けるのもそれも自由なんだけども、筋目とすれば私の所属する妙相寺ということになるわけなんですね。はい。で、それは今ほとんど全国の、あ、まあ、今私どもと一緒にやってる YouTube 関連で入ってきた、うん、脱会の方とか、あと検証会の脱会の方々は、みんな、まあ、全国のとこにいても、基本的には妙相寺信徒ということで、まあ、やってるわけなんですよ。はい。で、そうした場合ね、そういうふうにやっていくのが、もし、偉い、もう、そこまで別に自分は、いいと。縁になったのは豊田さんだけども、今後は別に特にそれほど交流とか要求がない場合には、直接地元に所属するって場合もあります。はい。
で、おそらく僕に連絡が来ないまんま、YouTube 見て発信して、それで地元のお寺に直接行ってるって方はきっと相当な数はいるかもしれませんね。本山に行ってみると、そういう人たちがわーっと寄ってきたりして、ただそういう筋目を知らなかったので、私早とちりしてしまいましたとかって人はいるんだけども、どういうことかっていうと、もし直接地元のお寺に所属した場合は、信仰上のいろんな交流は私と今度後々できないんですよね。縦の筋目っていうのがあって、所属したお寺のご住職なり高に聞いてくださいっていう形になっちゃうので、この2つが選択肢なんですよ。ご自分が今後、私どもと交流しながら進行を進めていきたいというなれば、私たちのこの手続きの中で、どこでもお寺でもいいんだけど、寺でもいいんだけども、ご自戒を受ける。だけど、基本的な所属寺院菩提寺は妙想寺になりますよっていうルート、それと今言った直接お寺に所属するという、このまあ2つの選択肢があって、それで一応メールでちらっと聞いたわけですね。日にちまでびっちり決まってるもんだから、これはきっと地元の寺との関連の中なのかなと思ったんだけど、そうではないと。そうでで、すね、はい。もう。まあ、ご自分としてはどっちのタイプっていうか、どっちのコースをお望みでしょうかね。そうですね、私も豊田さんの動画、正直言うと、もうかなり見てます。もうある意味、豊田ファンの部分もあるので、ありがしっとうごかざいりま見さす。せてもらって、その筋目の部分、いわゆる昔でいう、学会でいうと、この縦線の時代ですよね。全くその通りなんです。なので、特にその妙想寺、長野県の妙想寺にが菩提寺になるってことも、別にもう初めからもう分かってたというか、なるほ認ど。識してたので、そうぜひです豊田か。さんのもとで、そうですか。学ばせていただきたいじゃあ、私も、喜んで行かせてもらいます、定期的に。ありがとうございます。それで、となるとですね、紹介者である私が同席しないと、そこのお寺の所属になっちゃうんですよ。そうなんですね。それはちょっと認識してなかったですね。なるほど。そう。だから、単独で、例えばお二人で行ったとしますよね。で、君たちはどういうことで今日来たのかねってなる。その前に一応段取りを取らなきゃいけないからね。そのお寺いきなりっていうわけにいかないから。なので、やっぱり今までの通例上、やっぱ紹介者と同伴するってことが筋道だから。そうなるとですね、私2日は総本山に行ってるんですよ。もうそれはもう全然、もう豊田さんのご都合で構いませんので。そうですか。そしたらちょっと待ってくださいよ。日程だけ、もし確認取れれば、